埼玉県戸田市にある戸田協定場関東有数のボートレース場です1964年の東京オリンピックのために整備されたこの場所一部は国の土地、国有地ですが国がずさんな管理を続けていたことが会計検査院の調べで明らかになりましたレースの様子を伝え 船券が的中した時の配当を掲示するオッツ版国有地の上に無断で設置されていましたまた国が50年以上実質的に無償で埼玉県に使わせていたことも判明本来は国がもらわなければいけない賃料を取っていませんでした会計検査院は国が契約を結ばず 埼玉県に土地を使わせ、利用状況を把握していなかったことなどが原因だと指摘しています国有地を管理する財務省は、埼玉県と貸付契約の締結に向けて協議を始めているということです